つゆちゃんと一緒に行動していた私。その時突然草むらから飛び出てきた人影が私たちをナイフで切りつけてきた。まさかヴィラン、どうして。ソガです。二人とも可愛いね。うららかさんとアスイさん、血が少ないとね、ダメです。血って私大好きだよ。だから刺すね、アスイさん。つゆちゃんから離れて。あなたは友達じゃない。恋バナ楽しいね。レディークラッシュ。ゆっくりでも怖いけど大きい。叩く。決めろ。やっとふやっ決める。やっとやっせんぱーりゃー。その隙に刺すだけじゃないです。たたっ決める。うきせき落ちろ。かんてんなさい。うんぱーりゃー。たたっもういくよ。やっふらん落ちろ。かんてんなさい。血が足りない。いくよ。切れるよ。ナイフ開いてね。ずっと。こっからこれを。めった刺しです。出血スパイク。これを。血。めった刺しです。来たでしょ。投げます。それをぶち込む。ぶっこる。やっ。お値段が捕まえる。ぶち込む。血出てる方がかっこいいよ。絶対諦めない。うっうきーせっ。ノーテルドの乱暴ですね。なんだっけ。めった刺しです。このまま打ち込む。ノーテルドドンラッパーラウィーン。ちゃうって。なんなのあなた。お茶子ちゃん、あなたも素敵。私と同じ匂いがする。うららかさん、ミドリアちゃん、みんな、デク君たちが助けに来てくれたけど、一瞬そっちに意識がいってしまった私は。っていうか、デク君めっちゃボロボロ。一体どうなってるの。私とついかっちゃんを超え、レッツストーリー。かっちゃんを護衛して先生の元に向かう僕たち5人は、施設へ向かう途中、うららかさんとアスイさんを見つけて合流した。この非常時、誰も油断する人間なんているはずなかった。それなのに突如現れたヴィランにかっちゃんと徳闇くんを奪われた。彼なら俺のマジックでもらっちゃったよ。開闢行動隊、目標回収達成だ。短い間だったがこれにて幕引き。ダメだ。幕引きだと。そしてね、絶対逃がすな。身軽なヴィランは二人を連れて僕らから遠ざかっていく。何としても絶対二人を取り返さなきゃ。うららかさんとアスイさんの個性で、僕と庄司くん、轟くんの三人はヴィランめがけて鉄砲玉のように飛んだ。よし、これなら追いつける。かっちゃんを護衛しつつ施設まで逃げないと。轟くん、庄司くん、
常闇くん、大丈夫、このメンツなら。私、レッツストーリー。皆とはぐれてしまった私は森の中を走っていました。ですがそこに突如現れた巨大なノームと遭遇したんですの。ノームの桁外れな怪力と凶暴さに私は大秘で手一杯でした。このまま逃げ切るのは難しそうですわね。奮い立ちなさい、モモ。やるしかないようですわね。レディークラッシュ。ちょろいですわ。やって来ませんわ。突撃。ああでしたらやるよ。はっにゃでしたらやっよっ、連続で来ませんわ。テール頂上でしたら次々回れ。次々とはっ、食らいません。よっ、お返しです。でしたら次々と、よっ、回れ。お返しですわ。許しません。連なれ。でしたら次々回れ。あんまり最後まで諦めず、陣地を尽くします。返して私の前から去ろうとするノーム。もしや爆豪さんを捕らえ、私はとっさに発信機を創造し、かっちゃんが奪われた。レッツストーリー。うららかさんとアスイさんの個性でヴィランめがけて鉄砲玉のように飛んだ僕たちはヴィランに追いつくことに成功した。そんな僕たちの目前に現れたのはうららかさんたちを襲っていたヴィランだった。次の瞬間、そのヴィランが突然襲いかかってきた。トガです、イズクくん。さっき思ったんですけど、もっと血出てた方がもっとかっこいいよ、イズクくん。レディークラッシュ。かかめこい。直接、
打ち込め！打ち込め！衝撃は！避けちゃダメです！この勢いで！届け！打ち込め！この勢いで！この勢いで！リタタック！もう！直接！投げます！まだだ！めった刺しです。チンチン。血の香りっていいよね。空気空気。辛い。いいのか？あなた。逆境こそ。最大の装機。いや、スマッシュ！乱暴です。取っておき。持てる力を。で、出し切るか。もう。あったれ。ラッパーラ。ウィーン。やるしかないんだ！エクセレント！なんとか戦闘には勝利したものの、二人を連れて去ろうとするヴィランたち。もうダメかと思った時、茂みから青山くんのレーザーが飛んできて、かっちゃんと徳闇くんがヴィランの手元から離れた。徳闇くんは取り返すことができたけど、かっちゃんは依然ヴィランの手の中だった。解除だ。コンプレス合図から5分経ちました。行きますよ、ダビー。ガッチャン！くんな、デグ。ガッチャンを奪われたまま、ヴィランは跡形もなく姿を消した。生徒40名のうち、ヴィランのガスによって意識不明の重体が15名、重軽傷者11名、無傷で済んだのは、そして行方不明1名。僕らの楽しみにしていた林間合宿は。かっちゃんがさらわれ、僕ら。レッツストーリー。林間合宿での事件から2日後、僕はあの後すぐに合宿所近くの病院に運ばれた。みんながお見舞いに来てくれていて、かっちゃんを助け出す作戦を聞かされた。八百万さんがヴィランに発信機を埋め込んでいて、それを辿って助けに行くっていう作戦だ。でも飯田君は作戦に強く反対していた。なんで、よりにもよって君たちなんだ。飯田君、違うんだよ。僕らだってルールを破っていいなんて。なんで俺と同じ過ちを犯そうとしている。あんまりじゃないか。レディークラッシュ。速攻で行く。俺だって悔しいさ、心配さ、当然さ。俺は学級委員長、クラスメートを心配するんだ。爆豪君だけじゃない。行けるば。ああ、おう、怪我を見て、そこに伏せる兄の姿を重ねた。そこだ。君たちが暴走した挙句、兄のように取り返しのつかない事態になったら、僕の心配はどうでもいいって言うのか。僕の気持ちはどうでもいいって言うのか。この勢いで挽回。リクタタック。ああ、大胆に蹴り飛ばせ。ジョーリア、まだだ。レイカー、蹴り飛ばせ。まだだ。僕にできることを、持てる力のすべてを。ディア、スマー
やるしかないんだ。アメージング。いいだ、俺たちだって何も正面切って勝ち込む気なんざねえよ。戦闘なしで助け出す、要は隠密行動、それが俺ら卵のできるルールにギリ振る。私は轟さんを信頼していますが、ま、僕も自分でもわからないんだ。手が届くと言われていても立ってもいられなくなって助けたいと思っちゃうんだ。栄光戦か、ならば俺も連れて行け。かっちゃんがさらわれ、僕らも大怪我を負ってしまった。そんな中、ある作戦を聞かされた。手が届くなら僕は。ミラッツストーリー。林間合宿で捕まった俺は、わけわかんねえバーみたいな場所に拘束されていた。そこで気色悪いクソカス連合どもに囲まれ、ある要求を聞かされた。俺たちヴィラン側につけ。なるほどな、そういうことなら。おい、拘束を外すのか。いいんだよ、対等に扱わなきゃ。スカウトだもの。それにこの状況で暴れて勝てるかどうか。黙って聞いてらだらったらよ、バカは要約できねえから話。レディークラッシュ。くらえたさ。要は嫌がらせしていいから仲間になってくださいだろ。無駄だよ、俺はオールマイトが勝つ姿に憧れた。誰が何言ってこようが、そこはもう曲がらねえ。そういうこった、クソカス連合悪殺だ。飛んでんじゃねえ。足つけろ、立ってろ。ヘッバッヘッド。ネッダク動いてんじゃねえ。当然爆殺だ。立ってろ。こんなに叩き崩す。出ろ。動いてんじゃねえ。飛んでんじゃねえ。当然爆殺だ。許せるか。打撃で誘ってんのか。しんどけ。はうぜ。一発だ。カラスウルトラ。ウィーン！ボツ個性どもが！アメージング！手を出すなよ。こいつは大切な駒だ。できれば少し耳を傾けて欲しかったな。ねえわ。仕方がない。先生、力を貸せ。いい判断だよ、しがらき戸村。待たせたな、爆豪。レッツストーリー。
先生、てめえがボスじゃねえのかよ、しらけんな。黒霧、コンプレス、また眠らせてしまっておけ。ここまで人の話聞かねえとは、逆に感心するぜ。聞いてほしけりゃ土下座して死ね。どうも、ピザ屋神の店です。もう逃げられんぞ、ヴィラン連合。なぜって、我々が来た。レディークラッシュ。譲れないな。いろいろこねくり回してたのに、何そっちから来てくれてんだよ、ラスボス。だから逃がせ。怖かったのによく耐えた。崩れ、ごめんな。もう大丈夫だ少年。いいね。怖くねえよ、余裕だった。行かせぞ。いったい強すぎだろ。覚悟はいいか。行かせるか。行かせぞ。するか。来ないのかな。譲るか。噛み合わねえ。私が行くぞ。せんや。スーパーすぎすぎだろ。平和の象徴は死ねんのだよ。Amazing！ 全員抑えられた。簡単には逃げられない。仕方がない。俺たちだけじゃない。そりゃこっちもだ。黒霧、持ってこられるだけ持ってこい。ノームを。すみません、しがらきとむら。所定の位置にあるはずのノームがない。あ？ノーム格納庫ならすでに制圧済みだ。貴様らはこのエンデバーをはじめ、幾多のヒーロー、警察が包囲している。おいたが過ぎたな。ここで終わりだ、死柄木友だ。ま、突入作戦がか、レッツストーリー。もう逃げられんぞ、ヴィラン連合。なぜって我々が来た。早んない。おとなしくしといた方が身のためだぜ。レディークラッシュ。腰抜け身ぬちくしょうが。うろたえぬちくしょうが。直進。あっちじゃすまねえ。ガンマ行くぞ。撃った。ほいな、避けないと死ぬぞ。どいてもらう。うろたえんぞ。いったぎるわ。ちくしょうが。やめろ。あっ、いつだ。ずらあっ、ずらあ柔軟性。ええな。だっ、ほい、てっぽこが。じっとしとけ。うだうだと。満足か。ウィン。時代は熱々よ。エクセレント。
ヴィラン連合よ、君らは舐めすぎた。レッツストーリー。奴は今どこにいる？死柄木！ふざけるな。うせろ。消えろ。お前が嫌いだ！古豪グラントリノ、エンデバーをはじめ手だれのヒーローたち、そして塚内君と警察のみんなだが、死柄木が激高した瞬間、突如謎のさらに黒い液体から大量の脳無が現れ、我々の前に爆笑少年ノーレディークラッシュ。譲れないな。いいね。いいね。カンパー！笑って挑むぞ！不安な時こそ！さらに向こうへ！つけまって！不安な時こそ！さらに向こうへ！大した強さだ！ピンチなどぶち壊す！はあ、それこそがヒーロー。さらばだ。やりすぎたかな。不安な時こそ勝ちに来いよ。これが現実だ。ウィーン。平和の象徴は死ねんのだよ。エクセレント。オクラホマースマッシュ！トシノリ、こいつはワープなど持っていなかったはず。対応も早すぎる。まさかこの流れ。どこを見たらそんな疑問が出る。さすがのトップも老眼が始まったか。行くならとっとと行くがいい。ああ、任せるね。ヴィラン連合よ。かっちゃんきよ。かっちゃん救出に動いていたのは僕たちだけじゃなかった。レッツストーリー。飯田君を含めた僕たち5人は発信機が示したという神奈川県横浜市上野区に向かった。たどり着いた廃工場で僕たちが目にしたのは、保管されているノームの姿だった。でもこの場所を突き止めて向かっていたのは僕たちだけではなかったんだ。プロヒーローたちも廃工場へ到着していたんだ。だけどその時あいつが現れて。せっかく戸村が自身で考え自分で導き始めたんだ。できれば邪魔はよしてほしかったな。振り向くことすら、一瞬の出来事、何が起きたのか。それでもあの男の気迫は僕らに死を錯覚させた。あれがオールフォーワン。